皆さんこんにちは、グラです。本日もポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンのシングルレートやっていきましょう。お相手のパーティーが月光がミミッキュリザードンメタグロスアシレーヌボルトロスですね。これはなジュナイパーまあまあやれるんじゃやれるか微妙くないか有利なのは有利と言えるのはでもアシレーヌぐらいか、それ以外微妙だな。ペリダグはまあまあありですね。ルージュだから入ってるのはペリラグで行くか。そうだね、ペリラグだけで行くとちょっとアシレーヌがきついから水技をすかせるルージュらが欲しい。ここで行こう。はい、対戦よろしくお願いします。最近嫁の髪がちょっと長くなってきてマジでルージュらに近づいてきたんだよな。こういうこと言うとまた怒られるけど、ヨロヨロのヨロです。あ、でも今の対戦相手の髪の毛の長さぐらい長いルージュラから入ってほらだからルージュラと一緒ぐらいでしょ自分で言って自分で笑ってしまった。でどうしようかな。これ S 勝ってんだよな。悪魔のキスから入るか、冷凍ビーム落ちるのかな。ボルトって冷凍ビームで、でもこれでボルチェンの可能性もあるから悪魔のキスだな。さあルージュラ S 早いぞ。ルージュラって S いくつだっけ。俺105だと思ったけどそんなないかも。嘘だ、95ぐらいかも。ボルトより速くねえわ多分。なんか勝手にルージュラの S105 だと思ったけど105じゃないでしょこいつ。いくつだっけ。あれ、こっちが勝ってる。お前さ外しすぎじゃねえか、いくらなんでも。ルージュラなんなのお前。やっぱ105かも。ちょっと待って、自分の嫁の S 種族値が分かんねえ。ちょっと待ってくれ、調べてるわ。でもふざけなんでだよ。もう一回ここはもう一回押す。よし、当たったか。種族値、努力値、素早さは、あ、やっぱ95だ。ボルトより遅いよ。だからこれ相手のボルトが S 落としてるんですよ。だから耐久に振ってるからレートビームで落ちるかというと怪しいから、ここはワールドアクメ。95がルージュだって遅いんだな。勝手に105かと思ってた、これ選出するまで。寝てるよ、もう一回避けたんだからさ。よし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 、さあルージュラ止まんねえぞもう。ここから冷凍ビーム、これちょっと引いてくるのやめて、マジで。もう一回悪魔のキスされたくないだろボルトロス。よーし、通れ。タスキとかじゃないよな。よしボルトロス倒していいぞルージュラ。いやマジで活躍してる。これ一発目当てたら完璧だったけどな。まあまあまあ2発ヒットだったらね許しましょう。リザードンか、アシレーヌいないと思っていいと思うんだよな。もう S 勝ってる可能性が一応あるから悪魔のキスにするか。いやレッドビームで削ってもいいな。それかルージュラ残すかだったけど、残す理由は一応あるけどあんまない微妙。ニトロチャージとかされること考えると削っておきたいよな。削り優先でいくか、冷凍ビーム。95だからあのリザードンが意地の場合とかちょっと外してればいける可能性あるんですけど、こっち最速取ってるんで、まあ、種族史上は負けてんだけどね、エベ取れる可能性を考えるとこれ殴った方がいいわ。よーしお前強すぎないかリュージュラ。これリザード多分耐えないだろ。息耐えたか、ニトロチャージ。まあ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 耐えてきたか。ただまあまあまあ、でもここペリカン出せばなんとかなるっしょ。ラスト次第だけどこれ全然いける。ただリザード X 倒せないのか。まあまあ仕方ないね。悪魔のキスを押してもまた相手が眠ってることに期待しなきゃいけないし、これ良かったと思うわ。ダメ下してトンボ返りでいいよな、ここ。いや待てよ、でも違うか、ラスト見てからトンボのがいいな。だから暴風激凛、これで積んでないし耐えそうだけどな。ペリッパー、あ、全然耐える。ペリカンも強いな。これラストあの結局ね、あのサラサラ岩じゃなくて湿った岩があるからアメターン長いんですよ。だから一旦のこのロスは別にいいと思う。見てから引くでいいと思う。アシレーヌか、ただアシレーヌかちょっとこれだと微妙だな。ルージュだがいなきゃいけなかったかも。あ、これだとやらかしたな。ちょっとスバサ勝って無理だわ、こっちだってのんきだもん。あ、これだと負けたかも。これ負けたわ。ちょっと待って、ルージュは必要だったか、もしかして。
いやただリザードンバイの場合がちょっとまずかったのもあるからあれでよかったと思うけどな。あーマジか、ルージュだとピリッパーよくやってくれたけど俺の読みが甘すぎたか。アシリーヌ最後に残されると思わなかったな。だけど俺はまだ負けてねえよ。俺ヒルマスター勝てっから見とけ。ヒルマスター自信打って勝ちです。これだとな、ちょっとリザードにグロパンで突破しなきゃいけなかったけど微妙なところだね。できるかどうかというとコンボ返り死んじゃっても無理だったし。さあヒルメ、俺はヒルメ、ヒルメ、あー終わった、対戦ありがとうございました。マジかやべえよ、このパーティーに変えてから3連敗なんだけど。ちょっと待って、さすがにそろそろ許されないだろう。さあこれ、いやこれルージュラ、ペリラグルージュラとかでいい気がすんな。どうですか、ルージュラ今回結構ありだと思うんだよね。やっぱアシリエンに対してそんなに弱くないし、クレスとかも期待できるから、ペリラグルージュラでいくか。ペリラグでヒードラに、ヒードラに圧力かけてからのルージュラ、これでいこう。はい、対戦よろしくお願いします。いやちょっとルージュラね、スティックのあるポケモンだから活躍させてやりてえわ。だから前の試合ルージュラは活躍してたからな。ただ残すかどうかの判断をできなかったわ。アシレーヌから来た、アシレーヌからか、まあいいかな。強引にルージュラ投げるのも微妙だな、ここ。いや投げてもいいか、ピリッパでもトンボからのルージュラでいいよね。わだつみここでは打ってこないと思うんですよ。まだラグラージとかにぶつけたいと思うから、ここ多分普通にムーンフォースとかだと思うんだよね。水技一点読みならここスレールージュラに引くみたいのもありっちゃありなんだけど、まあ厳しいよな。だよね、ムーンフォースだな。はい、シーダーはまあ関係ないと。ペリッパーやっぱ耐久力とそこそこの硬さもあるな。だからこのラシレーヌもパワーちょっと低い気がするけど気持ちいい。あでも今回 D もちょっと振ってんな、手で振るの最近で耐えれるぐらいまで D 振ってっから結構ね D 方面も熱いんだよね。このペリッパーは結構ね自信のある調整なんですよ。さあここは悪魔の騎士ビッチ型ルージュラ、お前こいつ今んとこ3回中2回外してるからな悪魔の騎士、ここ3、4戦で頼むぜマジで。ここしっかり当てようなルージュラ、アメルージュラ入らせたいんで俺、アメパリに組み込むルージュラ。アメパがちょっと苦手なポケモンに対してそんなに弱くないみたいな、嘘だろお前。えそんなことある、おかしくねえでこの確率が。お前これ命中率何パーだ、 75% ぐらいなかったか。乾燥肌でちょっと回復して頼むぜよマジで、ここでちょっと眠らせないときついんだって。これさ、一回見てさ、次にどうでもいいポケモンに引くみたいなプリングされるからさ、それが嫌なんだよな、外すと。外すことによってなんやかんやってもあるんだけど、オッケーオッケー当てる。そう、ここはサイコショックで殴るわ。丸太組み積みたいのもあるけど、裏を考えると。ラグラージの地震で後々倒せるように、ちょっと、削り優先で。雨で回復してるからさ、しばらく眠っててくれ。できればサイコショック2回ぶつけたいんだよ。だからここサイコショックって引いてくるってあるかな、引いてこないか、まあ、リュージュラの前からは引いてこない、なかなか。あ全然入るじゃん、え超強くね、リュージュラこいつ超強え、パワー系だな。やっぱリュージュラは強いんだな、さっきから思ってるけど。技外し1回してこの活躍ですからね、相当やばい。これ足で飛ばせるっしょ。まあ悪だけ見積んで、あの最速された場合がちょっと嫌だったんで、これで良かったと思います。まあ、裏を考えるとね、匠たかったけど、まあ仕方ないね。しかも HP もしっかり回復できたと。いいね、このアメルージュラどうですか皆さん。これ HP、まあ、仮にね HP 満タンまで復活したらまたタスキが復活するんですよ。ヒードラン、アメターンがあと何ターン、ちょ欲張ろう、欲張ってやろう。すまんヒードランすまんな、欲張らせてもらうわ。ちょっと回復させてもらうわこれで
なんだこれ。まあ、ただ確率上はね、これ3回中2回当ててるぐらいなんで、そんなにズルではない。で、ここでラグラージュでね。これやっぱ湿った岩が合うな、このルージュラー、ラグラージュの並びには。最速記載でも炎技があれば問題ないんで。よしよしよし。誰に引いていくんだろうな。まあ、ここ滝登るか、普通に。あいつだとちょっとやだな。お、突っ張ってくれるか。これはいいね。グローパンチもちょっと考えたんだけど、アメターンもそんな長くないし、ここで全抜き体勢を整えるのはあんま意味がないと思う。あ、早いな。あ、守るか。びっくりした。守るね。死んでいいかな。ペリッパーに引きたいのもあるけど、まだここは引かなくていいな。ドランに変な行動されたくないし、相手裏で受からない場合にここもうドラン切るしかないと思うんですよ。まあ、それに倒れるように引いてきたか。クエストだとちょっと美味しくないんだけど、カプブルルか。ブルルだったらこいつ冷凍パンチで削っていく動きだな。ブルルだったら自信が微妙だったな。ちょっと、はい、こいつ冷パンで仕留めるかルージュラでなんとかするしかないから、ちょっと厳しいは厳しいかも。けどここはペリッパー、これが最後の雨降らしになるかな。ここ殴ってくるだろうし、普通にさっき守るが決まらなかったら爆発だったね。まあ、つっても仕方ないな。それを言ってもどうしようもないんで。引いてきた。ここ引くんだ。誰読み？ドランここで投げられる分にはいいんだけどな。熱湯でトンボ返り読み身代わりみたいのを張る気なのかね。今のターンルージュラに引くのってありえないよな。ブルルにバンパンされるもんな。守る、まあ、時間稼ぎですかね。ここちょっと暴風で攻めたいとこだな。いやでも突っ張ってくるか。でも雨ペリッパーは結構怖いだろ。相手も身構えか。時間稼ぎか。これ暴風じゃ壊せないかな、もしかして。半減だからな。あー、やっぱそうか。これちょっとめんどくせえぞ。熱湯連打しなきゃいけなかったやつか。てか熱湯連打でもよかったな、正直。守る。これめんどくさいやつだ。これペリッパー一回引っ込めるのも一向だな。まあ、相手からしたら早いペリッパー警戒しなきゃいけないからちょっと怖いのか、あのブルルで突っ張るのは。さあこっちのペリッパーはちょっと遅いからちょっとあれだけど、相手視点からは結構速いペリッパーが怖いよね、よく考えたら。ドクドク、まあまあまあ、オッケー、イエス、これはでかい。これ身代わり張れるのが最悪だから、とりあえず熱湯連打かな。守るターンにちょっと引きたいのはあるけど、このターンは身代わり張ってくる可能性もあるしな。そう、守るターンに本当はね、交換をしたいんだよね。身代わり、はい。で、ここで引くか。相手アメターンなんか枯らしたそうな雰囲気出してるし、ここで引くわ。仮に身代わりだった場合はグローパンチで割りに行く動きをします。それしかないと思う。身代わりか。まあ、これはね最悪 OK。 毒食らいながらもグローパンで身代わり粉砕して、でパワー上げてからの展開が作れるから、ここはグローパンチ。毒食らっちゃうのは仕方ないわ。多分だけど、ブルルよりもドラよりもうちのラグラージ早いと思うんですよ、雨がなくても。
だからもう素早さのことは考える必要ないな。滝登りもどうせブルルには大して入んないんで、雨の恩恵はもうそんな考えなくてよくと思う。いやよくていいと思う。だからここは自身のパワーをできるだけ上げることを考える。このグローパンチちょっと嫌だろ。ブルルで浮かんなくなったら相手終わりだからな。雨が上がった。はい、グローパンチ、もうこれでラグラージで締めに行くわ。ただこれ S 負けてる場合が微妙なんだよね。ドランに S 負けてる場合だとこれ上から身が守されちゃうから、これ毒もらっちゃうと結構厳しいんだよね。そこの場合はここペリッパーに変えなきゃいけないんだけど、負けますと思う。しかも外した、え、バックワードなんだけど相手技外しすぎじゃね。運が良すぎるわ。しかもマグスなのここ。滝登りかな、引いてくるかな。地震よりか滝登り。ここはえ なんでここ負けますと。独特とかまだ良くないか。まあいいや、なんか勝たせてもらえそうだからまあいいや。で滝登り普通に S 負けてましたね、ヒードラに。これ負けてるかな、もしかしてブルルにも。さっき見てなかったな、あ、分からなかった。さっき1ピ満タンか、ラグラージ。まあでもこれぶっちゃけ負けマストム時代当たってもあんま関係なかったよな。独特だったらなんかちょっと嫌だなと思ったけど、マグストは別に大した打点じゃないから、冷凍パンチ。これ S で負けてるとちょっと美味しくないんだけどさ、その場合はここペリッパーバックが正解なんだけど、せっかくパワー上げたし、まあ、サイクルルージュだからなんとかしてくれると思うから、あ、オッケーオッケー、上から通るなら関係ないわ。ちょっとウッドホーンで結局回復されちゃうんだけどね。前回まだ行かないと思うんで、ああ行かないよな、前回までは。はい、あ、でもちょっと待てよ、これ直帰の場合がまずいか。冷凍ビームで落ちると思うんだけど、直帰の可能性あるよな。いや、ここやらなきゃいけないか。悪魔のキスを直帰の可能性あるもんな。これ1ピ満タンまで回復することである。雨降らしてからやるべきだったが、でもそれはそれで相手に回復の隙与えちゃうからな。あ、これ先ペリッパーから入った方が良かったかもね、実は。でここで冷凍ビーム、直帰の場合がこれ負けた可能性あったから眠らせに行く展開で良かったと思う。結局冷凍ビームで落ちるかどうかの勝負ではあるんで、あ、落ちたかじゃあ殴ったが良かったけど、まあ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 結果的にはね、これでよか、まあ、一応負け筋を潰したということで、対戦ありがとうございました。